様、おめでとう。よかったね、島を出られることになって。聞いてくれ。ありがとう、アドルさん。でも、みんなと島を出たとしても、その後どうしたらいいか。私は、なぜ私はこの時代にこうして生きているのか。その後、エタニア王国はどうなっちゃったのか。それを知らないまま、ここを去るわけにはいかないよ。ごめんね、いろいろと気を使わせちゃって。お二人さん、こんなとこで何やってんだ。日の光が、なんだろう、お日様の中に。王国上空に障壁を展開できるよう手配します。早急に国中の理術士たちを王都に招集して協議いたしましょう。サライ女王、オルガさん、
あの山火事の一件を思い出しませんか。思えばいつもこうして3人で困難を乗り越えてきましたね。今回もきっとうまくいくはずです。何よりも私とダーナさんが何も決めずに座したままというわけには参りません。わかりました。それにしても毎度ながら大それたことばかり、よくも次々と思いつくものださあ、ことは一刻を争います。大事の寺院も協力してください。まずは市民たちを避難させるためにあらゆる手段を尽くしましょう。いよいよですね。予定通り障壁を展開してください。了解しました。各柱の技術士たちに通達して障壁の展開を開始しろ。何かいるみたいだけど。
攻撃が当たらない。霧のせいだけじゃないね。どうなっているの？何かいるみたいだけど。これは精霊の気配。助けて。待っていて、今出してあげるから。感謝します、人の子よ。ですが、天井にあった私の庭は荒ぶる星々により落ちてしまいました。そして引き裂かれるようなこの地脈の乱れ、もはや手遅れかもしれません。世界はこのまま。そんなことない、きっとまだ間に合う。できることはあるはずだよ。あなたは？え？いえ、失礼しました。私の名はアスティオス、光の精霊アスティオスと申します。私も終末の到来を望んではおりません。どうかこれを。うん。